ついに始まりました怪談世界選手権。日本発祥のエクストリームスポーツ怪談は、怪談をいかにエクストリームに降りられるかを競う、現在世界中で大人気の新競技です。日本からはなんとあの泉朝日選手が登場します。それではその様子をご覧ください。泉朝日ジャパン。さあ、ただいま泉朝日の名前が呼ばれました。国内初開催、泉朝日は一体どのような怪談折を見せてくれるのでしょうか。おそらく泉君の得意とするフロントのスライド系の技を出してくるんじゃないでしょうか。はい、これだったらね、かなり点数も期待できますし、はい、やり慣れてる技だと思うので、そうだと思いますよ。はい、予選1回目、泉朝日はどのような技を繰り広げてくれるのか。前ですね。階段は前向き。はい。前向きから。ここから滑り降りるような技です。入りました。やはり。おっと、おっと、危ない、大丈夫か。危ない。おっと、危ない。これは心配です。大丈夫か。少し痛がっている様子も見えますが、大丈夫でしょうか。さあ、現前年に振り返っていきましょう。いかがでしたでしょうか、團次郎さん。今のはね、ジャンプドロップヒールライドという技なんですけど、はい、そんなに泉君はミスするような技じゃないと思うんですが、そのように私も思います。入りはいいですね。いいですね。乗って、ここから少し、もうここでちょっと危ないか。これ見ると右側の肋骨あたりは危ないかもしれないですね。泉朝日ジャパン。予選2回目、泉朝日は棄権をしませんでした。肋骨は全て折れています。足の骨はもうありません。その中でも予選を通ることを第一優先に考えた泉、一体どんな演技を見せてくれるのか、頑張ってほしいですね。さあ、手を挙げた泉朝日、まだまだ自分はやれるぞ、日本の宝でやることを自覚したこの行動、素晴らしい。どんな怪談折をするか、時代を作りに行けるのか。後ろ向きです。後ろですね。泉朝日は普段後ろ向きの演技をほとんどしない選手です。そうですね。その中でも後ろ向きで挑むこの演技、一体どんな怪談折になるか。さあ、バックスライドダブルレッグ、決まった。よし、きれい。よし、綺麗だ。バックスライドダブル決まりました。綺麗だ。泉朝日はここで予選通過をほぼ確実にしたと思われます。トリックスコアもいいですよ。怪我の影響もほとんど感じさせない演技。 4.5 点、高いメイクスコア、素晴らしい。さあ、どうだ。さあ、これ 8.6 ですか。 8.6 点、予選通過確定の26点にポイントは泉朝日。よくやった。素晴らしいバックスライドダブルエッグでした。いやー、泉はバックスライドを持ってたんですね。普段はほとんどしないと思いますが、国内の小さな大会ではやることありますね。綺麗なバックスライドダブルでした。メイクスコアも 4.7 がつけられています。後ろ向きで降りる分、着地点が見えないのでトリックスコアは高く出がちなんですよ。はい。ですが、このように綺麗に滑り切れると、はい、高いメイクスコアも期待できますね。はい、完全に確信した演技だったと思いますよ。泉朝日は予選通過を決めました。さあ、決勝選手が控える踊り場です。ずいぶん広い踊り場ですね。泉朝日、いい表情してますね。先ほどの怪我の影響はみじんも感じさせないという表情です。まあ、肋骨は全部折れてるとは思うんですけど、階段のトップレベルの選手っていうのはそんな怪我ではへこたれるようなもんじゃありませんから、気にしなくてもいいと思いますよ。さあ、泉朝日は日本に夢を見せられるか。泉朝日ジャパン。日本の夢を乗せて階段を降ります。世界に羽ばたけ泉朝日。このね、決勝恒例の階段ポーズも、これやる日本人が出てきてくれて本当嬉しいっすよ。手元の資料によりますと、泉選手は成功すれば世界初となるフロントスライド360度ターンに挑んでくるとのことです。夢へのステップは駆け上がらず降りるものだ。降りろ泉朝日。フロントスライドサブロックターンというのは一体どういった技なんでしょうか。そうですね、前に降りて1回で回るという技になります。これが決まれば泉の名前がつくようになってます。国際大会初の成功をなせれば泉朝日の名前がつく。回し切って降り切るだけだぞ。いった、回して回し、泉朝日まだしの大道具、よしよし、決まりました。やべえよ、世界初、やべえ、泉と名前の付け技が誕生しました。階段で日本人の夢を下ろしてさらに回しました。新技が出るとね、ステイになるんですよ。ステイジャッジになるんすよ。これほんと名誉なことっすよね。未だかつて日本人でただの一人も成し得なかったこの技、フロントスライド360度ターン、素晴らしい技を見せてくれました。父の代から引き継いだ階段への思い、その思いを全て下ろすことができました、泉朝日。いやマジでこいつが日本の階段変えてきたから、競技用の階段をいっぱい作ってありがとな。世界を見たか、これが階段だ、これが泉朝日だ。さあ群衆よ、大いに応えたまえ。今階段を降りたのは日本の泉朝日です。世界の宝です。いやマジで、でも順位もかなり高く出ると思いますよこれ。得点発表を待つ泉朝日、一体何位だったのか。日本人過去最高は現在3位まで。そしてその3位を記録したのは泉の父です。第2位、日本人過去最高を成し遂げました泉朝日。そしてフロントスライド360ターンが公式に認定されました。日本発祥のこのスポーツで世界に確かに存在した高い階段を泉は一段登ったのかもしれません。いや、下ろして回したのです。ありがとう。私は今回新たな技に泉と名前を付けました。関連通りの朝日ではなく、泉という名前を付けたのは父に尊敬の意を表したからです。階段という競技を作った私の父と、先駆者としての階段という競技を広めた父に対する敬意です。まだまだこれからです。みんな知ってると思いますけど。はい、日本の皆さん、そっちは夜ですかね。いや本当にありがとうございました。皆さんの応援のおかげで自分の名前の付く技ができました。結果は2位ということで、日本人最高ですかねを取ることができて本当に嬉しく思ってます。これからも階段という競技を発展させていけるように頑張りますので、応援のほどぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございました。おっと、おっと危ない、大丈夫か。危ない、おっと危ない、これは心配です。さあどう、バックスレッドダブルレッグ決まった。よしきれい、押し切ればバックスライドダブル決まりました。国際大会初の成功をなせれば泉朝日の名前がつく。いった、回して回し、泉朝日まだしの大道具、よしよし、世界初、やべえ、泉と名前の付け技が誕生しました。日本発祥のこのスポーツで世界に確かに存在した高い階段を泉は一段登ったのかもしれません。いや、下ろして